録画を開始。録画を終了ボタン。録画を終了ボタン。録画を終了ボタン。皆さんこんにちは。今日は我が家の花キリンにお花が咲いているのを発見したので嬉しくなって動画を撮っています。皆さんすっかり春ですね。なのでもう暖かくなってきたし、この花キリン冬の間室内に置いてたんですけど、もう外に出そうと思って今日持ってっていうか触ってみたら、あ、これお花かなと思って、ヘルパーさんに、私ヘルパーさんに来ていただいてるので、ヘルパーさんに見ていただいたら、お花が咲いてますねってオレンジベゴニアみたいなお花が咲いてるそうです。で、私は触ったりとかして確かめるんですけど、確かにこう色はちょっと分かりますね。はい。でなのですごく嬉しかったです。でこの花キリンは あと今日最初の方に編集がうまくいってたら映ってるのは、うちの今玄関に置いてるんですけど、花水木にもお花が咲いてました。なので花水木もせっかくなんでちょっと最初にアップしてます。ちゃんと映ってるか心配なんですけど、はい。ではちょっとお花が映るようにちょっと持って、映ってるかな。今日はお話ししようと思います。この花キリンは去年の夏前ぐらいに知り合いの方が挿し木したのをいただきました。ちょっと揺れてるかな、すいません、ちょっとじっとします。去年の春夏前に知り合いの人が花キリンも綺麗だよって、うちの花キリンすごくお花が綺麗だよって言って挿し木したのをくださって、それを1年間うちで育てた花キリンです。で育て方っていうか、私がどんな風に管理したかっていうと、夏は外に置いて、花キリンは結構強い日差しにも耐えるっていうことだったので、外に一年中置いてました。で一応軒下に置いてたかな、雨がかからないように。で水やりはもうほぼ忘れ気味で、2週間に1回ぐらいで大丈夫だと思います。で、あともらった時はもっと葉っぱがふさふさしてたんですけど、冬の間に葉っぱがちょっと落ちたので、あーと思ってて、今日も暖かくなってきたし出そうと思ったら、あーなんか葉っぱこんなに少ないのにお花がちゃんと咲いてて、すごい嬉しかったです。これからまた夏に向けて葉っぱが、新芽が出てるし、葉っぱがふさふさ出てきてくれるんじゃないかなと思います。夏の間はそんな感じで外で強い日差しに当てて、お水やりは2週間に1回とかそれぐらいで育ててました。で、冬も外で大丈夫だったのかもしれないんですけど、いただいたものだし、確かユーフォルビアだと思うんですよね、花切りなので、なんか寒さに弱いのかもしれないと思って室内に置いときました。で冬の間はお水やりは1ヶ月に1回ぐらいかな、結構水やりが忘れても大丈夫なお花が私は好きというか得意なのかもしれません。でちょっとお花せっかくなんでアップしますね。はい、こんな感じです。なのでこれからまた今日お外に出して、今日から外でたっぷり日差しを浴びて、また大きく、こんな大きいお花が咲くと思わなくて、園芸店とかで花キリンってたまに置いてあるの見たら、結構ちっちゃいお花が園芸店で見たのはだったんで、ああこういうのかと思ってたら、このいただいたのは園芸店で見たのより立派な大きいお花が咲いてくれたんで、がぜんちょっと愛情が増しました。なので私も大きく育てて挿し木とかして、誰かにあげれるように頑張って育てたいです。
もし刺し木とかするときは毒がユーフォルビアで毒があるらしいので、しっかり手とかについたらしっかり洗うとかっていうのが確か注意点だったと思います。はい、ではまたこの花キリンが大きくなった姿を紹介できるように頑張りたいと思います。カメラ選択ツール、背面カメラ。カメラ選択ツール、背面カメラ。カメラ選択ツール、背面カメラ。はい、ではここから雑談になります。私がなんでこんな花キリンが咲いたことぐらいでこんなに浮かれてるのかというと、実はちょっと最近寂しいことがあって、今日実はスーパーで泣いてしまいました。本当はおめでたいことなんですけど、一緒に住んでるた三男が就職でこの春県外に行ってしまいました。でもうそれは分かってたことだし、覚悟してたし、近くに次男もいるし、一人になることは全然大丈夫なんですけど、なので普段は平気なんですけど、スーパーに行ってスケロクを毎週買ってたんですね、水曜日お買い物の日に。でスケロクを買って水曜日結構三男がバイトも休みで家にいることが多かったんで、いつも毎週水曜日はそのスケロクを一緒に食べてたんですよ。でなので今日はもうスケロク見たら寂しくなるから買わんどこうって思ってたんですけど、やっぱ食べたいなと思って、やっぱり買いますって言ってスケロクを見た途端思い出して、なんかなぜかぐっと突然不意にぐっと来てしまって、スーパーで泣いてしまいました。でなんか一緒にいたヘルパーさんが泣かしたみたいになって申し訳なかったです。はい、でああと思って、レジのお姉さんも妙に優しかったですね。なのでもしこの時期スーパーで泣いてるおばさんを見かけたら、それはきっとこういうこともあるんじゃないかな、この時期スーパーで泣いてるおばさん結構いるかもしれないんで、そういうおばさんを見たら察してあげてください。はい、なんかふとした拍子にお米研いでる時とかに急になんか思い出しちゃうんですよね。そういうの皆さんないですか？はい、でそんな感じで、水曜日、ヘルパーさんと買い物行ってお掃除一緒にしてもらって、で午後からは一人でのんびりっていう感じなんで、ああ今日昼から大丈夫かな私と思いつつ、その花キリンとか室内に取り込んでた植物たちをもうお外に出そうと思っていろいろ動かしてたところ、この花キリンの花が咲いてるのを発見して、なぜかすごくなんていうんですかね、気持ちが明るくなって、本当に植物ってすごいなって改めて思ったので、そのこともお伝えしたいなと思ってお話ししました。で私の好きなっていうか、本読んだりするのも好きなんですけど、伊藤聖光さんっていう方が自己流園芸ベランダ派っていうエッセイみたいな本を出してらっしゃって、その本も好きで何回も読んだんですけど、その中で伊藤聖光さんが大切な方が亡くなって、その夜はお通夜に行けないって、そんな時にベランダに置いてあった月下美人のお花が、その晩に、月下美人で一晩しか咲かないんですよね。でその夜に咲いてたのを見つけて、なんかすごくそれに慰められたっていう、その悲しさ、大切な人が亡くなってしまった悲しさ、お通夜に行けない悔しさ、無念さをその月下美人の花が慰めてくれたっていうお話を書かれてたのを思い出しました。私もああこういうことかと思いました。この花キリンの花がちょっともう一回揺れてすいませんけど見せますね。この花キリンのお花が咲いてるのを見てすごく気持ちが切り替わったっていうか、なんか慰められました。で本当に植物の力ってすごいなって思います。
で私はそうやって視覚障害があって網膜色素変性症っていう目がだんだん見えなくなっていく病気なんですけど、そういうのがあってすごく精神的に病んでた時期もあるんですけど、こういう植物を育てることによってすごくメンタルが安定したのを自分でもすごく感じます。あと猫たちにもですね、猫が一緒にいてくれることでもすごく精神的にプラスになってます。でそういうことをこれからたくさん、お伝えしていけたらいいなと思ってます。なのでよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そして今チャンネル登録してくださってる方ありがとうございます。これからもこの動画をよろしくお願いします。はい、では今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。終了。